今日はね、命の取り合いをしたいと思います。闇のゲームでございますね。バックショットルーレットっていうゲームが、今まではね、体験版みたいなのが出てたんですけど、正式リリースされまして、まあ、日本語にも対応したので、待望だったんですけど、やってみたいと思います。まあ、簡単に言えば、ロシアンルーレットを、まあ、1対1でやり合うっていうことで、そこに心理戦とかのね、要素も介入してくるってことで、まあ、安心してください。福本伸之作品、ほとんど読んでるんで、やっていきましょう。まあ、デスゲームとか大好きですしね。心理戦のゲームもやっぱ面白いんでね、うまいかどうかは別として大好きなので、やっていきたいと思います。お、なんだここ。なんか、俺が絶対に来ない場所っていうか、行きたくない場所のなんか荒くれが集まってそうなところですね。アルフレイド。誰だアルフレイドって。ああ、なんか、俺もちょっとなんかチンピラじゃねえか。おい、ドアをそんな風に開けたくねえんだよ。下でなんかクラブとかなんかやってんのかな。タバコを見ながらなんか見てますけども。動いたりはできないね。あ、ここか。このドアの先に何があんの。おいおい、なんかお前なんかあんまりだな。面積同意書に署名しな。なんだ面積同意書って。ダメだよ、こういうのちゃんと読まずにさ、絶対相手に有利なこと書かれてんだから、これ。しかも日本語訳されてねえし。ゼネラルリリースオブリアビリティなんだろう、まあ、よくわからんけどこれ書くしかないんだな。絶対に相手に有利なこと書かれてるけど、多分だけど借金したんでしょうね。俺借金して戦うことになったんでしょうねこれ。まあ、しゃあない。レトルトで何かを同意したらしいです。私3回戦あるんだな。ディーラー対レトルトでライフは2機ずつあって、なるほど。実弾1空弾2だったら、まあ今混ぜたのかな。お前なんか分かってない。今のくるくるくるって回してたけど、実弾1空砲2だったらあれですよね。運のない賭け。まずちょっと自分打ってみて、はい、これで11になった、確率は。空砲1、実弾1。2分の1の時はもう相手打っていいような気は俺はするんですけどね。わかんないけど。よし、オッケー！賭けに勝ったね。はい。で、もう空砲しか入ってないので、相手は自分を打って、新たなロシアンルーレットのパイを用意するってことだよな。3、2。はいはい、確率は打たれる方の方が多いけど、部屋に隠された順序で通される。なんだそれ。部屋に隠された順序で通される。これあれなんだな。新しく装填された時は俺からもう一回できんだね。ちょっとそこは俺有利だね。よっしゃーなんか普通のショットガン入ってたんじゃなくてロケランみたいなの入ってた感じするけど、よっしゃー、レトルトの勝ち。なんかやっぱお金もらえんのかな。最後ですって書いてあるけど、もっと刺激を加えてみようか。アイテムか。なんかアイテムが追加されるんだよな。2個のアイテム1人当たり。装填の前にアイテムを獲得。はい、何これ。手錠、ナイフ。あ、これ多分だけど攻撃力倍になるやつじゃない。ライフ4。まあここからは11ね。ここからは正直ちょっとさらにアイテム。おお、相手は虫眼鏡持ってますね。多分だけど次の弾が何か分かるっていうアイテムだよね。ショットガンの威力を2倍にする。アイテムのノコギリ持ってる。これとこれのコンボは完璧だよな。これで赤が分かった時は2倍を確定で、向こうに当てるっていう効果があるわけだもんね。ディーラーの次の弾スキップするか。てか、弾なんだっけ？弾なんだっけ？ 11 だったっけ？ 11 だよな。相手のターンなくさそう。とりあえず。自分でつけたな。ちゃんと自分でつけてくれたな。これで、撃つじゃない？はいはいはい。で、これで2発しか入ってなかったが、相手のターンだけど、これで威力倍ができるんですね。まあ当たった方が運は良かったけども、まあよしとしましょう。はい、オッケー。これで2ダメージ与えられる。まあ相手もそれできちゃうんだけどね。ただ新しい弾がなくなったよね多分これで。はいはい。あ、またもらえんのね。はいはい。いいねこれ。結構いいアイテムだと思う。何これ。エントリーネームゴッド。おお、なんか戻したぞ。タバコ。なんだエントリーネームゴッドって。22。実弾に空弾に。なるほど。今んとこ悪くないよな。相手のターン。まあこれで虫眼鏡とナイフの組み合わせがあったとしたら、運がよく次の弾があれだと。てかな、あ、22か。相手の次の弾が赤だったとしたら確定で今このターンで倒せたんだけど、そういうわけじゃない。一服する。体力が1回復する。タバコ吸っただけで回復しないだろう。ショットガンで打ったダメージ。22か。あー、まあでもな。ちょっとまだライフに余裕があるので、普通に打つだけ打とうか。よし、OKOK。1位になった。これは単純に運が良かったね。やっぱどこまで行ってもこのゲームは運ゲー要素がある。はい、次がどうかが分かる。なんでいちいち割ってるんだろうな。普通に見るんじゃダメなのかな。なんで割ったんだろう。あー、俺の次のターンないわけね。はいはい。あー、空砲だったわけだ。ってことは今11になった。あれ待って、これ賭けじゃない？賭けじゃない？次の弾は11だから分かんないよ。外れろ。うわー、2ダメージってことはこれ01ってこと？これ数え間違いもあんだよな。もうわけわかんなくなってくるからな。うん、いいな。あ、でもこれ次空砲だから。はい。あ、でも俺のターン次回ってくんじゃないのこれ。弾がなくなったらさ。そういうわけじゃないのこれ。そういうわけではなさそう。うん、ナイフ。相手ナイフあんだよな確か。何これ。あんま強くなさそう。これこそ体力回復相手見えるけど。32な。はいはいはい。俺のターン来い。俺のターン来い。あ、俺のターンからだ。優しいねそれ。ショットガンを構える。現在の弾を発砲する。どういうことだろう。ビールに撃つってことかな。だから自分に撃たなきゃいけないのを撃たずに済みますよみたいな。まあ、とりあえず回復はしていいよね。で相手も1しかないから、もう相手のターンは回さない方がいい絶対に。で32だから定常はしよう。32。もう単純に一発当てりゃいいから、運で当てる。2回打てば1回ぐらいは弾出るはず。うわー、今31ですよ。今31。いや大丈夫だと思うけどな。3発と1発。実弾3発、空砲1発。これで空砲を引かずに、これでもな。これで撃ったとして21になる可能性もあるもんな。実弾減っちゃう可能性もあるもんな。いや、これはさすがに、一撃じゃ。よーし、OK！ 2 回戦突破。さすがにね。さすがに、いけるいける。おー、やったねー。面白いねー。さあ、これが最後の対決だ。お、ラストなの？え？除細動器も輸血ももう必要ない。なんだそれ。これから一緒に生と死の狭間で踊り明かそうじゃないか。めっちゃ怖いこと言ってんじゃん。なんかやばいの出てきたけど。何？なんだこれ。キーボードみたいなの出てきたけど。何？なんかやばいこと。何が始まんの？すごいハイテクだけど。4個もくれんの？ 4 個もくれるとなるともう終わんないまであるけどね。回復1つ増えた。何あれ。やることは分かってるだろう。なんだあれ。このライフの2は何なんだろうな。もしかしたら回復しきれないライフかな。4の時に使っても、例えば2減っちゃって4の時使っても体力ここは回復しないよみたいな、そういった場所かな。今何発あったか見てなかったよ。ごめんよ、見てなかった。まあいい、撃つ。よくわかんないけど、やられろ。よし、オッケー。見てなかったけど、いけるいける。勝手に進むからさ。おー、まあ、メガネは、虫メガネは2個あるから、まあ使うね。出し惜しみしてもね、4つ増えるかもしんないから、使っていかなきゃ。で、さっきの体力。あ、待って。そっちから回復すんのか。2以下になったらそれ以上回復しないってことかな。あ、虫眼鏡で見たからないってことが分かってたってことね。あら、もう空っぽしかないっていうことが分かってるってこと。はい。あ、でもこうなったら俺のターンなんじゃないの。あ、でもアイテムタバコ眼鏡これあんまいらないな。おお、めっちゃアイテム。えちょっと待って待って、なんか分かりにくいよ。ちゃんと順番通りに入れてくれなきゃさ。何個あったかあんま覚えてねえよ。ちょっと半分ずつぐらいだった気はするけど。ちょっとアイテム、ああ食おうか。ちょっと一発自分に打とう。空砲だから。赤もまあまああったよね。まあでも手錠あるから手錠をちょっと締めさせましょう。食らってないからな。ちょっとどうしようかな。まあ、どうせ俺のターンは回ってくるので打っていいかな。手錠あるし。あー、結構今赤い玉あると思うんだよな。いや、罠だな。確定ロゼをしようか。スコープいくぜ。赤は3発4発ぐらいは入ってたから。うわー、マジかー。くそ、あんな出方するって思わないからな。うお、やってる。相手もスコープやってる。面白そうだな。メガネやってる。あー、手錠かけるよね。次俺のターンねえから、お前のターン。そうね、もう俺のターン、うん、そうだよな。でもまああれがないだけよかった。タバコあるから、俺タバコは使えるからね。はい、次の俺のターンなくて。おお、赤色の玉を。ほう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 、青色の玉を。お、めちゃくちゃ飲むじゃん、アルチュー。あー、弾入ってんだね。これはもう装填し直しか。はい。あ、装填し直しっぽいな。いや、この後めちゃくちゃちゃんと見なきゃいけないからな。お、いいね。倍。あー、いいねいいね。あ、虫眼鏡最高。スペースが足りない。これいらない。運が悪いな。いや、これ捨てたい。見るぞ。32だ。はいはい、32ですね。OKOKOK。とりあえずライフがないので、ちょっとこれ見えにくいよ、これ。タバコ吸いまーす。はい。体力回復しよう。はいはいはい。2以下にしたらこれ以上回復しなくなるというか、戻らなくなりそうだから、とりあえずスペース空けるためにもやると。メガネ使っていいでしょう。はいはい、OKOKOK。手錠を使っちゃうか。手錠行きましょう。はい。でノコギリ。相手はタバコは1個。はい。でメガネいっぱいあるのいいね。で打ちまーす。でこれで22になるね。はい、ディラー。面白いゲームだね。さて22になったわけだ。はい、お前動けねえから。22になったから、ちょっとこれビール使っていくか。どうなるかわからん。どう転ぶかわかんないけど。よし、OK。空砲が減った。今21ですね。どうだろうな。21だったらもう打っていいんじゃないか。よし、OK。今11ですね。まあ本当はまあ2以下にしたかったな。回復できないとこまでね。11で次分かる。じゃあもう俺のターン回ってくんじゃない。次空砲だっあー、まあでもどっちもこれは関係ないか。うーわ、倍使われたー。くそー。回復して。はいはいはい。まあまあ、これはしゃあないわ。うん、これは仕方ない。今、01のはず。これちゃんと見とかないと終わるからな。はい、戻って。で、これちょっとまあ自分に打ちます。これ空砲のはず。これ弾入ってたらやばいからな。で、これ、アイテムもらった後しっかり見なきゃ終わる。タバコ。定常。ナイフ。よし。ナイフ来い。あと、メガネ。あー、これいらねえ。何個？42ね。はい、42。めちゃめちゃ実弾多いね。お前がやるの気に食わないんだよな。はい、タバコ吸いまーす。アイテムめちゃくちゃメガネ持ってんな。メガネばっかあってもあんまりいいとは思わんけどな、俺。42。ちょっとこれ、メガネ使って、よし、オッケー。実弾あった方がいいもんね。ういー、倍切ると、次の攻撃力は2倍だ。定常もいっちゃうか。お前のターン回ってこねえからよ。さらばだ。32。よし、オッケー。いいんじゃない？ディーラー2になったから。これ悪くねえよ。はいはいはい。これ倒したらどうなんだろうな、このゲーム。準備はいいか。準備か、いいか。何言ってんだ、お前。動揺してんだ、お前。何？なんだ？わかんなくなるってこと？相手のライフも。それもメモっとけみたいな。相手のライフは今2だよ。で、今、弾は32なので、当たる確率の方が高いんだけど、どうしようかな。これで空砲とか出てきて31になってくれたらまあ嬉しいは嬉しいけど、今確率高いのが22に戻っちゃう可能性もあるから、あんまりね、これやっても意味ないような気はする。よっしゃー。でもすごい。でもまだライフあるよね、相手。え？あ、なんか倒したみたい。え？お金入ってんじゃない？おい、大金手に入んのか？くれんのか？おい、くれ？どうした？おい、お金くれよ。ここ開けんのね。細かいね。うわー、やったー。このためにやってたんだよ。命かけたかいあったな。てか、普通に痛い思いもしてるからな。ショットガン食らってるからな。本物なんだろうな、お前。おー、これ誰のために命をかけてんだ。なんだ、70K っていう実績解除したけど。ありがとう。おー、ビールを飲んだ量。え？現金総額 68,625 ドル。え、結構じゃない？え？100、100、1000万、10万。まあまあまあ。まあ700万ぐらい持って帰ったってことなのかな。やった！とりあえずクリアしましたよ。いいですね。これでどうなるの？ダブルオアナッシング。何これ。新しいモード始まったんじゃねえのこれ。まあ、こんなね。うん、まあまあまあ、これ運ゲーですから。はい。まあ、やったけども、ここからもっと難しくなったりするってことかな。これ何このダブルオアナッシングっていうのは。気になるぞ。お、なんか、もう変わってんじゃん。なんかね、アフレイドのこの横に、さっき戦ってたのは、ディーラーだと思ってたのこいつだったってこと？これ何これ？え？運転の能力を低下させる可能性がある。ピルってあのピル？え？何？どういうこと？なんか実績解除したけどよくわからん。全然意味わかんないんだけど。あ、いない。あいつどこ行った？おい、一緒にクラブで俺と一緒にグループ感じようぜ。いなくなっちまったぞ。また同じ人？また同じ人なんですかね。ちょっとどういうことなのかがあんまりわかんないけどね。まあとりあえず、まあ、レトでいいや。はい。いいね。123、なんか違う。最後ドクロだったの違う。あ、もう初めからアイテムある。もう全然違う。何これ、何これ、でかすぎんだろ。あんま強くないアイテム。え、いきなりもう4つ。うわー、ちょっとこれ、何これ、知らんアイテムだらけやないの。はい。あ、33ね。あ、23ですね。弾あんま入ってない。何これ、なんでこれ。アドレナリン。アイテムを一つ盗み、即座に使用する。選べんの？ショットガンを構える。ああ、もうこれをね。え？砲身内の弾を実弾か空弾に変換する。ああ、分かってたとしたら逆に変えれるわけか。アイテムそれ持ってて、でもこれ選べんのかどうかっていうのも、これとこれと同じかな。これも何か分かんない。タバコかな？23だから1回ビールで、ビール飲んだ量みたいなのもあったな。ああ、打っちゃった。13になっちゃった。どうしよう。もう一回、役に立ったためしないから、枠開けたいってのもあるし。ああ。まあ、12になったな。アイテムを一つ盗み、即座に使用する。ちょっとこれなんかあんまりアイテムが良くない。ああ、自分に言った方が良かったか。あ、でもこれ今02だから、02って考えたら、相手は自分に2回、あれ ?02 じゃなかったわ。ごめんね。なんか間違ってたみたいですね。ちょっともう一回なしにしよう。え、今23で、そっか、12、今もう弾入ってないんじゃないか。ちょっと分かんないですけども、ちょっともう俺混乱しちゃったからさ、今弾入ってない気がするんですよ。弾っていうか実弾がね。よしよし、オッケーオッケーオッケー。これ混乱しないようにしなきゃな。知らんアイテム。はいはいはい。変換機能。これ普通にシンプルに強いんだよな、さっきのアイテムたちは。33ですね。はいはい。まあ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 。とりあえず OK。謎の声が未来のことを教えてくれる。え、どういうこと？未来のことを教えてくれる？聞いてみようか。使わないとわからんもんな。何？ 3 つ目の砲弾、砲薬、砲。3つ目が、実弾ね。これ覚えられないよ。記憶力ゲームだな。でも記憶、その場で記憶したとしても、やってるうちに忘れちゃうんだよな。まあ今は結局わかんないわけよ。俺、ビールあったら今ちょっと強いよな。3つ目が確定って考えたら、今ちょっと確率下がってるな。211だとしても。使ったろか。どうなるかが見たいから。自分に打って盗むってのもどういうことなんて思うけどな。選べる。え 40% の確率で体力を2回復、または体力は、これ怖いアイテムだな。終わり終わり。時間あんのかよ。なんだそりゃ。今空砲を打ったとして、次打ったら実弾になっちゃうから、今はもう打つしかないわ。32。次はどうかわかる。うわー、ちょっとこれひどいなー。いや、わかんないじゃん。次が実弾とか限らないぞ。お前ずりーぞ。なんでわかる。あ、死んだら戻んだ。あ、これ見れる。えなんだこれ。ボルタ。あー、なんかこれ勝利数みたいなことかな。え何の実績解除した。アンロック。あー、この下のやつが変わってってんだ。ちょっと俺おしゃれだな。おしゃれだけど何のこっちゃわからんな。おしゃれすぎてわからんわ。うんと、これ何なんだろうな、これ。まあでも飲まないと次の別のやつにならないってことなのかな。あいつもまたいないしな。まあちょっとこの次は難しいことが分かったので、まあ多少これは運の要素もあるとは思うけど、これは自分に運をね引かしましょう。おい、行くぞ。ちゃんと間違えないよな。死のマークがないんだよな。4回戦がある可能性があるんだよな。よし、いいよ。あー、これあんま良くない。これもなんかあんま良くなかった気がするやつ。めっちゃ回復するけどみたいな。あんまり嬉しくないアイテムだな。33ね。はい、わかりやすいです。アイテムを1つ盗み、即座に利用する。40% も最悪だよな。だこれで見る空砲か。これまず打つでしょ。はい、そうすると32になると。これ実弾入ってたらなよかったんだけど、32になるから、ちょっと一回使ってみよう。どうだ。あー、出ちゃったか。22。これやだな。いや、これはもう運も多少引かなきゃダメよ、これ。運も引かないと終わる。間違いなく。勝つためには運も味方にさせる。いただくぜ、お前のアイテム。使わせないってのもでかいし。これもう2分の1です。当てろ！うわー！こういう2分の1で勝てないと絶対負けんのよ。お、なんかどれだった？うわー！ 1-1 になったな。あいつも2分の1だぞ。おい、2分の1だぞ、お前。なんで俺だけ？なんでお前は勝てんだよ、そんなんで。最新の注意って言われてもよ。なんで俺だけ。今玉ってどうなってんだっけ。今玉どうなってんだっけ。11でいいのかな、多分。よし、なんだろう。40% で回復。あ、そうっすか。ああ、そうかい、そうかい。さて、今回は勝つぞ。もうさっきのは見なかったことにしよう。ああ、いいよ、このアイテムいい。あ、携帯はありとくそ。はいはいはい。212か。実弾の方が少ないとね。聞こうか。まあ、こんなん先の方に使っちゃっていいと思うんだよな。2つ目が空。おっ、なるほど。2つ目からってことは結局2分の1なんだよな。これ相手のターンをなくさせて打って。うわー、もう2つ目から。はいはいはい、2つ目からだから、これはとりあえず打っていいわけでしょ。はい、いいねいいね。なんかよくわからんけど実績解除しつつ、まあ、相手にアイテムは残ったけど次のターンは連続で俺になるわけだよな。これで空になったから、とりあえず勝ちたい。はい、オッケー。さあ、これタバコ回復ね。携帯、あー、まあ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 、ナイフは嬉しい。4つくんのか。23。少ないな。実弾多い方がちょっとね、話は早いんだけどな。もう、使ったろっていう精神だな。2つ目が実弾。はいはい、2つ目が実弾と。でも次、この相手のターンに回したらやばいんだよな。ってことは、今13なわけじゃん。その弾の確率、2発目がもう実弾だから。空砲の方が確率高いから、これ1発目はこれ、自分を撃つ価値はある。よし、OK！これで22になったわけで、ここは確定で、あれなので、これで、勝ったね。とりあえず、1勝できる。よし。ドーン！いいよ、いいよ！とりあえず、1回目は勝ちましたと。うん、これはちょっと運が良かったな。さて、次です。2回戦。負けても2回戦からやり直せるっぽかったよね。さっきのを見ると。今回どうだかわかんないけど。はい。悪くない。良くない。これもあんまなんだよな。3つしかもらえないんだな、はじめ。2、少ない !3、4ね。3、4。ちょっと分かりにくくすんのやめろ。3、4。とりあえず未来から聞かなきゃ。2つ目が空砲ね。はいはい。これって相手見えてないんだよな。2つ目が空砲だから、34。2つ目空砲。空砲を相手に回すって手はあるよな、普通に。打ちましょうか。相手わかんないんだもんな。うわー、マジかー。33ですね、今。あ、折れないと。うわー、もう取られるぐらいだったら使えっていう感じか。空砲だよ、それ。よっしゃー。で、今ようやく実弾の方が多くなったな。うわー、撃たれた。22ですね、今。やばいな。速攻で決めなきゃいけないんだもんな。22。そう考えたらもうそっか、ライフ少ないからもう速攻でやるしかなかったんだな。まあ、これもここから運ゲーですよ。よし、OK。12。運の悪い賭けじゃないよ、これ。相手のアイテムもそんなに別にいいわけじゃないから、打つしかないよな。おーい！これはマジで、普通に運良くないよ。普通に1、2だからもう、そうね、運で負けたな。まあ、運の前になんとかしなきゃいけないってのはあんのかもしれんけど、2回戦からできるかどうかだよな、問題は。一応1回戦は勝ってるわけだから、やっぱ出し惜しみはダメだ。相手にも使われる。いや、これ2回戦からできないってことか。これなんかどうやらそんな感じしない？これどうだ？2回戦から出してくれる？やらしてくれねー。連続か。なるほど。勝つしかねえな。クソアイテム。だいぶクソアイテム。相手のアイテム盗むしかねえ。33。でも相手もあんまり、相手もあんま良くないな。33だから、こんなもんね、盗んじゃった方がいいのよ。早めにやるべき。絶対早めにやって、相手のいいアイテムをもう盗んじまう。実弾出る方が嬉しい。よし！ちょっとずつ、このゲームを分かってきた。もうやれる時にやれ。当たり前のことだった。いよいよ。そんなアイテム使ったからってどうなんて話よ。22になったね。電話聞いてる聞いてる聞いてる。なんか分かったんかね。おお、やったね。初めて相手がバカなことしてくれたな。これ空砲なんじゃないかな。12次のターンちょっと空砲感ない？なんか聞いたんでしょ、な空砲って未来をさ。はい、11になりました。わかんないから撃つわ。どう？よっしゃー。でこれで相手は空砲だから俺のターンが次回ってくるわけだよ。完璧な勝利だねこれ。うん、打っても打たなくてもこうなると俺のターンになんのよ。これちょっとね、これはだいぶ有利なあれだね。未来日記メガネ、おメガネ嬉しい。よっしゃー、一発出れば勝てるから。22ね、オッケー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 。使わせねえぞ。アイテムそんないいアイテム来てないな。はい、とりあえずメガネよし勝った。はい、とりあえず勝ったのでもうこれ売って次行こう。おい、今回は俺が運を制したね。幸運の女神は俺の方を微笑んでくれました。さあ次です。次は2だからもう速攻で決めなきゃいけない。速攻のブラック忍者でいきます。でここアイテム大事、アイテムめちゃくちゃ大事。虫眼鏡とかうんこー、いやこれもうんこやばいって。これアイテムせめて盗むアイテム。あれ4だ23、あれライフはランダムなのか。いやーこれでも相手もそんな、まあ、これいいけど、はい聞くしかない。2つ目、次空砲ね。次空砲23か。次空砲ってこと考えたら2分の1だからもう打って電話してる電話してますね。うわーやられた。運に勝ったなあいつ。おお変換してる。そっかスマホで聞いたやつでわ倍のダメージ食らわしてくる。うわやりやがんなあいつ。変換した場合は多分変わってないというかヘリ的にはどうなんだろう。ちょっとそこの仕様わかんないけど、今実弾、いやこのライフちょっと危険だな。 40% の確率。わかんない、実弾しか入ってないような気もするけどね。ちょっとわからないな。今もうなんかいろいろしたから分かんなくなっちゃって打つしかないわ。よし OK。 はい、これで弾はおやめろ 40%。 うわーなんでお前だけそんなさずるいよ。ずりいってちょっとずるすぎるよそれは。今回は相手に運があるな。おい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 、あ、いいよ。あ、よかった。それは悪くないね。11いいじゃない。あーちょっとな、これやろうか。これやって赤出ちゃった。じゃあ待って、でも待って違うさっき戻れないの。戻れねえんだこれ。こうなるとこっち使ってアイテム欄を増やそうと思ったんだけど、実はまあ11だったらこれ、まあラッキーだな。アイテム増えるし、まあアイテム増えちゃうんだよな。ちょっとビールのとこ減らそうと思ったんだけど、いらねえ。うわうんこ、あれも3444多いな。弾数少ない方が得なんだよな正直。44か、聞くしかない。7つ目、こんなんわかんねえよ。で手錠はしといていいよね。7つ目と言われてもだね。打つしかない。よっしゃー。3、4。7つ目のことなんてもう絶対出てこないから、どうしようかな。これにかける。いや、これかけないとこれもう死んじゃう気がすんだよな。3、4。ビール使おう。空砲引くんじゃないかな。よし、3、3になりました。これかけるわ。相手だって勝ったんだから、俺だって 40% 引けんだよ。さて2回戦、あいつ絶対許さねえからな。あいつが 40% の薬飲んだら5回連続で 60% ね、その 40% の回復引いてんのマジで俺許してねえから。あ、悪くないぞ。悪くない悪くないね。この1回戦目にあった最高のアイテム。まあ。このアイテム数。ライフとか、33。ライフとか、配られるアイテム数とか、こういうのは全部ランダムっぽいんですよね。全てがランダムなんだよな。これな、とりあえず相手はそんなにいいアイテムはなさそうだな。盗むアイテムがね、かなり強いってことが分かりますね。ライフもそんな。2つ目が空砲。はいはいはい。2つ目空砲ね。ちょっとまあじゃあ1個目見させてもらおうか。確実に2発当てたいから、オッケー。いいよ。じゃあ次は空砲ってこともでかいけど、相手をもう窮地に陥れられるのはでかい。よし、OK。今23だけど、次空砲で22になるね。虫眼鏡使うかな。てかタバコも使うかな、さすがに。もしタバコ先か。あの白の薬、相手確実にいい 40% 引くんだよ。おい引き、もう引き、おい、たまには普通に 60% 引けよ。なんであいつ絶対回復すんの？なんか絶対何かやってるよ、こいつ。見てるな。面白そうな。空砲だろ、お前。分かってんだよ、俺。あ、空砲入れ替えたのか。そっか、その方法があったな。すべてのアイテム使いやがったな。アイテムをすべて使いましたね。俺だって白い薬あるけど、俺は 100% なんなら引いちゃうのよ。白い薬は俺持ってないのか、今回。白い薬は俺逆に言えば絶対ダメージ食らうんだよな。100% なの、今んとこ。結局今イーブンになっちゃったな。打つしかないもんな。2分、これ、運だぞ！当てろ！いやー、もう、こういう時の運が本当にない。ムカつくわ。普通にムカつくわ。打つしかないよ。もう2分の1だもん。11だもん、今、弾。よっしゃー！よっしゃー！ 0-1 だから、相手空砲で、俺のターン回ってくる。これは俺の唯一の得。腹立つなー。別に打っちゃいいだろ、俺。どうせ俺のターン回ってくんだから。俺は負けてねえぞみたいな。あ、これさ、これ一番強いアイテム。最強！あ、もう最高！うん。4発ね。21、あー、12だ。あー。相手盗むアイテムはないから、アドレナリンで、アドレナリンで、定常。いきます。相手の次のターンないで、アドレナリンでタバコも盗む。これ大事大事。相手のアイテムもなくなるのも最高に、これも最高に強いアイテムだよ。最強アイテムこれで、相手盗めるから。あー、でもこれの次のターン盗まれちゃうな。まあ聞こうか。2つ目が実弾。最悪。2つ目実弾ね。12だから、で次これ空砲確定だ。12だもんね。よし、これ運回ってきてるね。で打って次のターン空砲だから俺のターン回ってくると。よし、これ勝てるかもな。ようやく運が回ってきました。盗んでもいいんだぜ。あ、てか俺のターンだ。で次は12で今一発打ったから空砲合ってるよね。なんかこう考え間違いが怖いんだよな。よっしゃー、もうこれメガネとかがいいな。いらねえ。アイテムうんこでした。え、33、あと一発当てりゃいいんだから。虫メガネが1匹1個来たらもうそれだけで勝ったのにな。泥棒でもいいし。で使おう、盗まれる前に使う。33だから、そうですね、その2回の間にちゃんと実弾をきれいに引く、それだけ。よっしゃー、よし、常運が舞い降りた。よし、いいよ、2回戦勝った。レトの勝ち、ありがとう。3回戦来たー。どうなんだろう、初めてですよこれ。ここ大事よ。いらねえ、あれ飲む勇気がねえもん。いらねえ、多いな。5個 4ライフ多いな。ここ空砲っていうか弾少ない方が俺のターンがね、弾ゼロになった時に俺有利だから得なんだけど、盗む相手もあんなずりーな。手錠盗まれたらちょっと厄介だからもう使うしかない。44か、まあ打つしかないかな。 2V1 の時は打つんだよ。よし OK34 になりました。で相手のターンがまず回ってこない。見ていいかな、取られる前、いいアイテムを取られる前に空砲 OK。 33タバコ取られちゃいそうだな。タバコ取られるぐらいだったら、これで盗まれるぐらいだったらもう無駄に使っちゃう方がいいのかな。難しいとこだな。でもこれも別の時に使われる可能性もあるし、これも何とも言えんね。今 2V1 打つ。あー、まあこればっかりはね、確率の使うよね。おお、面白そうだな。実弾の可能性の方が高いんだよな。あ、空砲だったのか。お、やりたい放題。やりたい放題してんな。盗むのを残してる。なるほど。で今31ってことなのかな。実弾すげえ多い気がするわ。やばい。おおおおお、21に変えた。逆によし、2発今弾入ってんじゃないのこれ。ラッキーだな。タバコ置いて、まあこれはじゃあまあある意味打ち合いというか、まあ相手にも打たれるね。多分最後一発実弾が残ってるから、まあこればっかりは仕方ない。もうこれはもういい。まあちゃんとイーブンに持ち込んでてる分いいね。さあここのアイテム大事よ。あ、いいね、盗みアイテムいらない。わあ、少ねえアイテム。34、空砲の方が多い。34か。メガネ効きます。メガネじゃないわ、携帯効きます。次が実弾ね。はい、2つ目実弾。じゃ1発目知りたいよね。メガネ盗むか、ビールを盗めば確実に一発相手に与えることができるけど、メガネを使われてしまう。ビールかな。まあちょっとこれは絶妙だけど、ビールね。相手の有用なアイテムを盗めないという意味ではあんまりなんだけど、こっちだ。実弾だったか。で次も実弾なんだもんね。だいぶ実弾少ないよこれ。14だよ今。空砲4つだよ。さあ多分空砲だと思うんだよな。もう強がんだよお前。空砲なんだろどうせ。そうだよな。13です。こっから運のゲーム。お12に持ち込んだ。空砲の多い。当たれ。よっしゃー。でけえ。11か。でも11。ここで当たったらでかい。いやーでも仕方ないこれは。ただ俺のターンが先に回ってくる。実弾じゃない。あそっか俺が当たったから。いや違うわ。あそうだったの。あまあじゃあいいか。あよかった。なんか数え間違いしてました。でも盗む相手もいいよ。2個だけめっちゃあった方が嬉しかった。34玉。タバコだよな。タバコ盗んじゃおうか。使われないように盗む。いただくぜ。おいしいおいしい。お前のタバコおいしいの。34で携帯なんて。1個目。この4つ目が実弾。わからねえよそんな。4つ目が実弾ってことは今これ確率は相当低いんじゃないか。そうだよな。4つ目の分でもう実弾確定してるから24ってことだよな。1回自分打とうか。まあでももう打つわ。順番があるし。はい空砲でした。効いてる。で俺が次のターンこれ3つ目だから、まあいいでしょう。勝ったね。これ4つ目だから、これが実弾だから、これ勝ってるはず。俺の未来デッキ。よっしゃー嬉しい。とうとう勝った。いやー結構辛酸舐めさせられたからな。よしどうなる。何ジャックポットみたいになってる。ダブルオアナッシング。これはもしかしてあれかな、そのダブルアップみたいなことかな。そうなんの。そういう感じなんだ。ハイスコア目指そうよみたいなことかな。うわすごい。盗むアイテムいっぱい。めっちゃ出てきた。どこまでいけるかみたいな。22ね。いやもうちょっと俺の精神が持たなくなってきてるからよ。ちょっと待って。一応ちょっとね初めの数だけメモってんだけど。タバコ、虫、未来、とりあえず日記使おう。日記っつったってのは未来日記。2つ目が実弾ね。次のターン回したくねえな。でもな、次のターン。でもこれ、メガネは使わせるのはちょっと尺ですよね。空砲来い。まあしゃあないか。でももうそうね。変えたってしゃあないんだもんな。打ち合うしかないねこれに関しては。しゃあないわこれは。ってことはもうゼロになっちゃうけどね。そう考えたら俺有利か。相手大失敗したな。あ、タバコ吸ってる。失敗、それ握手じゃぞ、アリンコ。もうないもん。はい。強がんな、強がんな。俺のターンなんだから、もう。よし。4つ分あるから、アイテムを。いいよ。いらない。よし。お、最高、最高、最高。相手盗むアイテムないね。11。お、すごいな。じゃあ、アイテムどんどん使っていきたいところだけど、相手の手錠も盗んじゃおうか。手錠を、この11だからもう使えなかったとしても、あれ、虫眼鏡あんな。虫眼鏡もらおう。こっちにしよう。よし。すぐに俺のターンが回ってくるね。はい。これ結構ラッキーよ。でも変換器使ってもな、相手のターン回ってきちゃうもんな。はい。でも変換器ほんといらんな。まあ、使えるときはあるけども、メガネ使って空砲出たときとか、ちょっと限られちゃうんだよな。俺1個しかアイテム増えねえよ。あ、でもいいアイテム。変えさせてー。運が悪いなじゃなくて変換器捨てさせてー。おお、すごいアイテムいっぱいある相手。お、また一発だけ？また一発だけか。アイテム盗むアイテムあるな。どうしようかな。これ結構迷うよ。十分手錠を使ってこれで相手を2回打とうかな。ああ、そうなるか。ちょっと自分のアイテム減らしたかったから。まあでもまあ結局有利であることは変わらないよね。はい、 OK。 よし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 。まあアイテム分がね、でも相手アイテムが増えないからいらねえ。あ、でもいらないこれ。どうしようかな。うん、11しか来ないな。11しか来ない。見ようかな。もう相手にターン回させない。よし、実弾。うん。いや、盗まれるかな。タバコで盗まれるかもな。まあ、ちょっと難しいとこだったな。でもしゃあない。ある程度は仕方ないよね。おー。そうよね。それするよね。はい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 。それ何？うわ、出た賭け。あいつ絶対賭けに勝つんだよ。おかしいよ。おかしいおかしい。ずる。やっぱ相手側は絶対大丈夫っていうのがあんだこれ。そういったディーラー特権あるねこれ。俺だけ 40% なんだ。まあ俺が有利なところもあるからそういうのはあるんだな。タバコ。はい。ちょっと弱いなアイテム。出た。あ、急に長い戦いになった。あんだけ有利だったのに一気に不利になったね。タバコ吸います。44だからな。これ使っちゃっていいか。邪魔だもんこれ単純に。実弾減った。34いいよ、使っちゃう。邪魔。おお、等しく33になっちゃいましたね。じゃあちょっとこれで、はい、これで手錠これ使われると厄介だからもう使っちゃう。でこれでアイテムの場所で場所が増えた。もうこれも邪魔だから使っちゃおうかな。33だからまあどっちでもいいもん。撃て。もともと空砲だったら嬉しい。よいしょー。空砲が減ってんだよなこれ。でも3、2。ラッキーラッキー。でも相手ね、2回復する。あ、で、アイテムあるからな。で、これは実弾の方が多いんだよな、今は。2回復する。ずるアイテムあるからな。ああ、2になった。いや、こんだけ頑張っても、あいつ、白の薬、簡単に使えちゃうんだよ。未来日記。昔好きだった未来日記の、なんか角川の漫画。お、出た。空砲。はい。お、11になったよ。おいおい、ずるいって、それ。お前にとって最強アイテムなのよ。ああ今まで運が良かっただけ。そうなの？あ、実弾だ、残り。そうだったの？お前ちゃんと戦ってたのかよ。めちゃくちゃ強運なんだな。だとするとマジかよ、信じられねえよ。お前もちゃんと腹痛なんのかよ。少ないと嬉しい。いや、多いな。44。いや、一発当てりゃいいから。一発当てりゃ、あ、もうてか、あれか。これで、メガネ。これで相手のメガネを盗む。ああ、もう、変換器使うまでもなかったな。よしよし、ダブルアップ1回戦成功。よし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 、4連勝ですよ。4連勝なかなかできることじゃないよ、これ。よし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 、よー、レト勝ち、嬉しい。さあ、魔の2回戦です。で、1ループ1でもやっぱ2回戦は一番勝ちにくかった。いいよ。でも盗むやつのがいい。あ、でも相手のアイテムそんなに良くないかな。33で、23ですね。実弾に空砲3。これなるとちょっと、でも、あ、出る可能性全然あんだよな。うわ、出たー !13。まあ、しゃあない。こればっかりはしゃあない。面白そうだな。空砲だったのか。12運だよ、もう。お、当たれ。うわー、11。あ、ラッキー。うわー、ラッキーじゃない。わ、相手運良すぎだろ。俺のターンになんだ、嬉しいけど。いや、運良すぎ。見せるとき見せんな、ディーラー。お前が何者か知らんけど、俺は。お、最高。いらないいらない。よし、アイテム多い。12、数少ないのは嬉しいね。手錠がある。タバコはもう吸っていいね。ふう、気持ちいい。相手そんないいアイテムじゃないな。相手のタバコ吸っちゃうって手もあるかな。でも12だったとしたら、12だったとしたら、まあ一回これいこうか。うわー、そうなるか。一発与えて、相手に回復させたくないから俺が回復しよう。で、これで俺がもらう。うー、おいしい。1本いただきます。撃っちゃいます。あー、でも2発与えてもよかったな。いや、でもまだいい気もするな。とどめに刺す時のこういう時にするべきだと思うから、まだいい。もう空砲しかないよ。出た。くれくれ。確定じゃないこと分かってる。よっしゃー。こうなってくると打ってもよかったな。いや、無駄だよ。そんなことして無駄だよ。もう空砲しか残ってねえからよ。ここら辺ちょっとコンピューターまだそういう賢さはないんだな。これ解き放たれでしょ、ループ変わったら。よっしゃー、勝てんねこれ。いただきます。 OK、 いらない、2個だけか。アイテム、いいアイテムあるな。11、これはこれだよな。これ最強に生きる。もうなんなら、よし勝った。よし、缶が最高に生きる場面だったな。よし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 、最高じゃないこれ。5連続で勝っておりますよ。レッドの勝ち。いいよ、3回目。さあどうなっちゃうんだ。いらね。お、よしよしよし。あ、2個だけ。ライフは 3、 少ない。2個、3個。タバコと携帯か。タバコはいいよね。もう使っちゃうしかない。2、3か。いや、まあ、2ターンやった、出るんだったらもう打つわ。ダメか。まあ、でも2、2になった。ここはちゃんとした運が来てくれることを信じてる。なんでじゃい。はあ、21になった。未来見てる。2個しかないからこれわかんじゃないのかな。11ですね。回復もできんのうっとしいな。11か。いや、わかんない。これはもう打つしかない。運だから。よし！オッケー！ここでけえ。マジででかい。相手の携帯も意味ないし、これ空砲です。まあ回復するよな。タバコ吸ってんの腹立つな。うん、まあ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 。まあ、次俺のターンからって考えたらそんなに悪い話じゃない。残ったアイテムは強くないけど。よし。うわぁ、いっぱいアイテムはな。盗むアイテムもある。44、盗むアイテムあるから、ちょっともう使えるとき使おうか。44か。一回ちょっと使っちゃおうか。空砲か。43、これ盗まれるからもういっちゃうわ俺。これがもう今使い時だと思う。43だから実弾4、空砲3だから確率はちょっと高いから、ここで当てなきゃもう勝てない。勝てない。ここで当たったらな、全然違ったんだけどな。いやでもこれはもう当たる確率の方が高い。単純に逆だったな。3-2になりました。回復アイテム空いてないんだもんな。だから手錠使ってメガネ使って、ああこれでもう赤来たらもう終わりか。赤来んな、切るなよ。わあ終わったー。まあここまでうまくいきすぎてたな。あー、これは仕方ないわ。まあでも5連勝したわけだから、まあそこは頑張ったね。いやー、よかったよかった。これ何だったんだろうな、これ。帰り車の事故でやられるみたいなのがあったのかな。いや、ダブルアップしなくてもよかったかもね。いや、面白いですね。5連勝はしたけども。どうだ？まあいろいろ実績は解除したりはしたけど、このデータ的にはまあ1なんだな。そう稼いだ金額みたいなのも出るんだね。これエンディングがどんだけあんのかとかもちょっと気になるよな。この人のマークとか何なんだろうな。わかんないんだもんな。いや面白いゲームです。ちょっとやり方というか、こういうのあるよみたいなね。多分これ結構ね、体験版とかで、体験版っていうかリリース前版とかで結構やってる人もいたんで、それ見た人とかもいると思うんですけども、なんかエンディングのね、方法とか、まあで、方法っていうかこうやったらいろいろエンディングあるよみたいなのあったらね、ちょっと教えていただければ、ちょっともしかしたらやるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。まあ5連勝が今んとこ限界かな。いやでも面白いですね。やり方によって、まあ、ちょっとね、勝ちの確率を上げることができるっていう超面白いゲームでした。ご視聴ありがとうございました。まあ、ただね、白の薬、相手は運ね、ディーラーはちゃんと運に勝ってきてたってことをずるって言ったことは申し訳なかったな。あいつも、あいつで必死に頑張ってたんだな。